サン・イグナシオの配置サン・イグナシオミニは、スペイン植民地時代に、南アメリカ大陸に築かれたイエズスカイ道書の一つ、アルゼンチンのミシオネス州にある。現在でいうブラジル、アルゼンチン、パラグアイなどに30カ所築かれたイエズスカイ道書の中では、保存状態の良さという点で、このサン・イグナシオミニが抜きんでている。この遺跡は、グアラニーバロック様式として知られる。 建築場や彫刻上の細部を現在までよく伝えている。同時に打ち捨てられて廃墟となった伝道書も少ないのに対し、この遺跡は現在のサンイグナシオ村の中にあることからアクセスしやすいことで観光客に人気がある。1897年に再発見され、詩人レオポルドル・ゴネスが探検隊を引き連れてきた1903年以降に、 有名になったが、修復工事は1940年代まで行われなかった。遺跡にはまだ危険な場所もある。それらの場所は親指の痛くなる足場に支えられており、それのせいで組み合わせの妙味はぼかされてしまっているが、個々の特徴には影響していない。サンイグナシオ遺跡で中心的な建造物はイタリア人建築家ジュアン・ブラサネッリの手になる。 記念碑的な教会である。幅2メートルの赤い砂岩の壁と、統制タイルの床を持つ長さ74メートル、幅24メートルの教会で、グアラニー族の芸術家たちによって飾られた広場を見渡せる。この教会は、この種の建造物の中では、最良の遺跡である。隣接する施設には、調理場、食堂、教場、作業場などがある。この伝道所には、 修道士たちの地区や共同墓地などもあり、広場の周辺には200人のグアラニー人が暮らしている。かつては1733年のピークには4000人が暮らしていた。現在ではサン・イグナシオ・ミニ・イエズス会博物館が設置されている。1984年にミシオネス州の他のイエズス会伝道所やブラジルのサン・ミゲル・ダス・ミソニース伝道所遺跡とともに、 ユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。